広がっています。エーシンリターンズ全東大、その後にレディアバローザワンカラット、とどめから、その後はユンレイ、その後にワインローションサンデイジャスパー、とどめから4コーナーを回ってさあ直線コースに入ります。エーシンリターンズ粘る粘る間、レディアバローザワインローション4番手ユンレイ内へ入って、ちょっと左に寄り添えるがワンカラット間、ザミルキーサガネあと200を通過、一番外からジェンティルドンナ間、ザミルキーサガネ内からはユンレイ、ザミルキーサガネゴールイン。勝ったのはザミルキーサガネ。阪神競馬場、密着。